前回のあらすじ。みなさんこんにちは。ゆっくり悟りと、前パートの惨劇を乗り越え無敵状態のゆっくりおりんなのだです。というわけでレベル3を抜けてたどり着いたのは、これは現在のレベル37、プールルームズ、ですね。レベル37のサバイバル難易度はクラス0です。環境は安全で、エンティテは存在していません。存在していません。そうね。もう地獄は抜けたのよ。レベル37ことプールルームはぬるめの水に浸かった部屋や廊下が連なっている広大な空間です。壁、天井、床は同じ白いセラミックタイルで構成されており、水の色が青緑色なのが特徴的です。このゲームでは水は透明ね。レベル37は建築に関しては変化に富んでいますが、性質に関しては厳格に統一されており、しっかりとした秩序ある均一性から逸脱できていません。要するになして建築はこんなにバラバラなのに床やタイルは同じやねんってことです。水温は生ぬるく、常に波紋が発生しています。この波紋がどこから来ているのか、その謎はわかっていません。また、現在このレベル37には一体だけインキテ、というか病原菌が存在しています。詳しくはこちらでどうぞ。ちゃっかり宣伝しないの。おお、すごいところに出ましたね。意味深な柱が3本立ってますよ。そして上に行けそうな階段を発見。先に進める予感。なんというか、水の音がリアルで妙に落ち着くわ。ちゃんと波紋も見えますね。すごい再現度です。はてさてこの先には何が待っているんでしょうね。真っ暗じゃない。ちょっと、あなたフラッシュライト持ってるでしょ。なんで照らさないのよ。一般調査隊員さんが勝手に取り出さないと使えないんですよ。まあ、足音は聞こえてますしとりあえず前進です。何このノイズ？なんでしょう。なんだかすごいヤバそう。さっさと引き返しなさい。ちょい待ってください。今何にやられたんです。闇？なあほな。じゃあ、さっきの道は外れってことで。初見殺し。ちょっと水遊びしてないで画面見なさい。新しい通路を見つけたわ。おお、ほんとですね。さっきの空間とは全く違う建築様式。よっしゃー先に進むぞ。今度は外れじゃないといいのだけれど。なあにきっと大丈夫です。あれですよ。暗くなっているところには近づかなければいいんです。対策はイージーですね。お、次の通路が見えてきましたよ。待ちなさい待ちなさい待ちなさい。暗い廊下よ。さっきのセリフを忘れたわけじゃないわよね。でも、気になるじゃないですか。大丈夫です。ちょっと入ってバックで出てきます。あれー。同じ過ちを繰り返してどうするのよ。違うんですって。ちゃんと下がったんですよ。出られなくなってたんです。うおー、また新しい空間にたどり着きました。なんというか、今までの場所と違って閉鎖的な空間ね。確かに。何してるのよ。いやこの段差登れそうで登れないんです。うん、なんだかあそこ明るくないですか。って、悟り様。外ですよ外。めっちゃ久しぶりに外あなた。いやー。見てください霧で足元隠してますよ。上ばかり気にして転落したのあなたくらいなんじゃないの？泣きますよ。しかし、よくもまあやってくれましたね。ここ進んだ先に何があるのか見てやりましょう。なんだか行き止まりっぽくない？ふむ、一番下に行けば何かわかる。もう何が起きたのかわかりませんが二度とあそこには行きません。賢明な判断よ。おお、新しい空間ですね。今回の空間は、やけに暗くて不安になるわね。今度こそ正解の道であると信じていざ行かん。それにしても広いわね。何か出そうで怖いのだけれど。不安になること言わないでください。おお、通路ですよ。暗い暗い暗い。視聴者も3回目は望んでないわよ。いや、これは、先に進む道だ。でも向こうにも一本道があるんですよね。先に近場の道を調べましょうか。いいんじゃないかしら。とりあえず、近い方に行きましょ。さてさて次はどんな空間が待っているのでしょう。楽しみですね。あら？意外とシンプルな空間ね。小さなプールが一つだけ？あれ？悟り様。赤い扉が。私あのレベル知ってるわ。こら。何近づいてるのよ。いやこれは近くに行って確認せんといかんでしょう。まさか。次に進むレベルは、あそこになるんでしょうか？近くで見ると、どうやら次は、レベルエクスクラメーション、で確定のようです。いやよ。絶対嫌よ。さっきレベル3突破したばかりよ。また地獄に飛び込むのは嫌よ。いや待ってください。
さっきの広場にもう一本道があったでしょう。あっちに分岐が。あ、なぜこうもついていないのでしょう。覚悟を決めるしかないようね。行くわよ、リン。モロレベルエクスクラメーション、じゃないですか。やだ、帰る。ふ、オリン。私たちはもう中にいるの。あ、じゃあ、普通に待機してますやん。よし、今から行くぞですよ。う？よし。じゃあ、ドア突き破る音だー。集中しなさい。このレベルは障害物が多いのよ。よし。うまく避けて、いや、動くのかよ。消え。いやー、これは辛いなー。レベルエクスクラメーションことランクオブユアライフのサバイバル難易度はクラス5です。環境は安全ではなく、塩基地は蔓延しています。レベルエクスクラメーションは全長10キロの病院の廊下のような空間です。廊下には3メートルおきにドアが点在しており、稀に他のレベルに通じています。天井には明るく点滅する出口表示があるのがわかるでしょう。サイレントすごい。このレベルの特徴は赤い廊下と警報音、それと大量に追いかけてくる塩基地です。逃亡者の目的はただ一つ、様々な障害物をかわし、廊下の端にある出口に向かうことです。ちなみに本家なら廊下内でアイテムをゲットできます。なんなんですここ？解説中に2回死んだんですけど、はぁ？また高難易度レベル。しかし、レベル3を乗り越えたこの私にもう怖いものなんてねー。よしっと、これでいいかしら。せっかく人が覚悟決めてるのに今後何が起こるのか察させるような編集やめてもらっていいですか？まあ、とりあえず頑張りましょう。難しすぎるんですけど、っていうか無機質な笑顔やろう。てめえらまた私を苦しめるですか。何待機してやがるんですか。そう、いや落ち着け。レベル3みたいに難しいギミックはない。落ち着けば、落ち着いて逃げればいいだけだ。要は道さえ覚えれば。いくらですか。あら、どうしたの。先に進めたのかしら。いや、リアルガチで積んでるんですよ。え、ちょっとこのプレイ見ててくださいね。いいけど、この辺りはもうギミックわかったんでいいんですが、問題はこの後、細い路地に入ってからなんです。目の前の下駄箱みたいなやつを飛び越えると、左に通路があるんですよね。そこ以外に道がなくて、正規ルートなはずなんですが。え、何が起きたの。毎度この通路で捕まるんです。攻略は見ましたが道は合っています。こんな時のトライアンドエラーよ。応援しているわ。うわー。